はい、直角ストリームをご覧の皆さん、こんばんは。群馬県知事の山本一太です。このウェブ番組のですね、プロデューサー兼キャスターを務めております直角ストリーム、金曜日、今週もですね、この県庁32階の鶴の巣スタジオから配信をさせて、いただきたいというふうに思います。直角ストリームの対談、今週も大変素晴らしいゲストの方をお招きをいたしました。私が知事になって1年かけて作ったですね、新しい総合計画、これにちょっといろんな形で、協力をしていただく、漫画家のですね、水科貴之さんです。水科さん、今日はわざわざ県庁まで、よろしくお願いします。ありがとうございます。水科貴之です。よろしくお願いします。はい、水科さんといえばですね、この愛しのムーコっていうね、あの代表作、まあ、他にもいろいろ書かれてるんですけども、とっても素敵な漫画で、またこの対談の中で少しまたご紹介させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まず水科貴之さんのプロフィール、まあ、漫画ファンの方でもちろんご存知の方多いと思うんですけども、初めて、お話を聞くという方もおられると思うので、簡単にプロフィールを紹介させていただきたいと思います。1973年生まれ、東京都ご出身ということで、これすごいなと思うんですけどね、91年高校在学中に4コマ漫画誌漫画スポーツで、プロ野球を舞台にしたコンセレショータイムが掲載されて漫画家デビューと、そうですね、高校時代に漫画家デビューしてるんですよね。そうなんですよ、多分ね、ハードルが低いジャンルだったからなのか、結構ね、すぐデビューできちゃった。いや、すごいですよね。後でまたゆっくり伺っていきたいと思うんですけど、その後東京学芸大学で教育学部を卒業されて、普通は多分ね、教師になるとかいう、そうですね、道を選ぶのかもしれませんが、その道も考えたんですけど、結局はこの漫画家になられたということで、自身や周辺人物の身の回りに起こる描写を丁寧かつ特にコミカルな世界観で描くということで、さっきも申し上げましたけども、本当にね、水科さんの作品はあったかい、やっぱこうなんかね、こう優しさにあふれた、すごく素敵な世界観だというふうに、漫画アニメファンとしてはですね、そんなふうに捉えておりますが、先ほどちょっと言及したんですが、群馬県の新しい総合計画の普及啓発用のね、漫画制作をですね、実は担当していただいているということで、次ちょっとこれ代表作でですね、そうですね、ちょっと愛しのムーコは、その読ませていただいたんですけど、素敵だなと思うんですけど、この霧もや日和もすごく面白くてですね、これから少し佐々木に願うよとかね、遺伝子とか相当長くやっておられるということなんで、これはそうです、昔のやつです、もう本当に30年ぐらい前だったり、でもぜひもこの遺伝子も読ませていただこうと思ってるんですが、横山 DeNA のベイスターズ、ハロープロジェクトのファンで、SNS にも投稿して、イラストも非常に人気があるということなんですが、好きでやってます、ここからちょっとね、そのプロフィールを少し深掘りをさせていただきたいと思うんですけども、まずね、水科さん、さっきご紹介したように、高校生でデビューしたということなんですよね。そうなんですよね、いつぐらいから絵を描き始めてるのか、いうこともちょっとお聞きしたいし、その頃からも4コマ漫画描いてたのかということで、少しスライドもあるということなんで、これは、15歳だったら、テレビ番組の方に似顔絵を投稿してた時期ですね。いや、上手ですよね、やっぱね、この頃のが上手でしたね。すごい生き生きとした15歳、東京都水科さんって書いてありますけど、トンネルズさんの番組に、なるほど、これがだから中学の卒業アルバムで書いてあるよ。これですね、これも素晴らしいね。もうそう、クラスメート全員書いた。へえ。今も似顔絵がすごい好きなんですけど、もう当時からやっぱりやってること変わってなくて、なるほどなるほど、こういうこの似顔絵を使って、なんかクラスの人たちを4コマ漫画にするっても当時からやってたんですよ。すごい、これみんなすごい喜んでんじゃない。いやあ、僕の似顔絵書かれた本にあんまり喜ばないですからね。いや、そうかな、これみんなにとってはすごいいい記念だと思う。先生もいいですね、なんかね。そうですね、奥村先生ですね、すごい、これもう素晴らしいと思うんですが、で、中学の時から野球の雑誌に選手の4コマ漫画を投稿していたっていう、話を伺ったんですが、きっかけは何だったんですか。なんか野球にすごく思い入れがあったんでしょうか。そうですね、僕自身は野球をやっていないんですけども、その当時は横浜太陽ホエールズという球団がすごい好きで、それのファンマガジン、スピンとかいたね、そこまで古くないんです。でもスピンがいたところです。そうか、ごめんなさい、私の年代だとスピンってなっちゃうけど、ポンセとかパチョレックとか、ポンセの辺ね、なるほど。でもスピンもいいね、おひげがね、蓄えられてるの、
うん、そうですね、そのファンの雑誌がありまして、うん、そこにあの似顔絵を投稿してたっていうのが一応デビューのきっかけにはなっていますね。なるほど、はい、これやっぱり4コマ漫画っていうのはある意味日本の俳句みたいなところがあって、はい、この4コマの中にそのすごいいろんな自分の感性を入れていかなきゃいけないけど、しかしこの4コマの中にものすごくやっぱり広がりとかね、はいはい、あるじゃないですか。そうですね、これなんで4コマ漫画なんですか。なんで4コマ漫画、うん、ですね、今俳句だとおっしゃいましたけど、うん、確かに4コマだけで、はい、あの世界というか、うんうんうん、それこそもうあの地球が宇宙ができて、うんうんうん、宇宙がなくなるまでを表せることができるぐらい、はい、すごい、あの中に大変な世界が広がってるんですね、うんうんうん、なんかそういうところに惹かれてしまいまして、まあ大きいものもありますけども、すごいミクロなものも描けますし、うんうんうん、なんかそのフォーマットしてとても好きだなという、うんうん、絵本コマ漫画って本当に の、はい、ある意味じゃなくてアートですよね。あそこにいろんなものをやっぱり詰め込める空間じゃない、まあ、だからやっぱ受け取る方がそういうふうに受け取ってくださるんだったら、うん、アートにもなりうるのではないかなと思いますけどもね、はい、よくこういう世界ってね、はい、なんかこう、ある人に憧れてみたいのがあるじゃないですか、はい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 、例えば今スラムダンク、ファーストスラムダンク、ね、映画めちゃくちゃ流行ってて、はいはい、まあ、当時スラムダンクって1990年に始まって96年に終わると で、ね、はい、でここやっぱりあんまりそんなバスケがメジャーじゃなかったのに、はいはいはい、この漫画を見て、はい、みんな結構中学生とかね、そうですね、僕のちょっと下の世代になるんですけど、ね、で始めたものすごいブームになりました。ブームになりましたよね、バスケ部の、ね、人がすごい増えて。そうですよね、はい、うん、でこれあれですか、水梨娘さんもなんか、はい、憧れてた漫画みたいな、こういうなんか4コマ漫画描きたいみたいなのあったんですか。やっぱ野球の4コマ漫画なんで、うんうん、その頑張れ田淵くんとか、あ、石井久一さんねがすごい好きでしたね。あ、そっか、あの時代なんですね。やっぱり似顔絵を、うん、4コマ漫画でやるっていう文化が、うん、多分そこから始まってると思うんですよ。あ、やっぱり石井久一さんじゃないかなと思ったけど、はい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 、やっぱり野球の4コマ漫画といえばもう巨匠だよね。そうですね、もうちょっと憧れというか、もうちょっと神様みたいなところがありますので。そうですよね、あれ、はい、頑張り田淵くんで映画にもなったんだけど、ご覧になりました。もちろんです、はい、あ、本当、おーわおーわおー、そう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 、はいはい、でなんか当時のヤクルトの安田が出てきたりとかね、はいはい、たこ焼きをね、そう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 、田淵くん、田淵くんって、それ最初のたこ焼きをね食べに、そう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 、もうここになんかあれがついてて、たこ焼き食べたのがすぐ広岡監督にバレるっていう、はいね、広岡さんもいいキャラクターですね。いいキャラクターだった。でなんかもう球投げるのが遅くて、はい、なんか安田の投げた球が途中から打たないでください、はい、打たないでくださいみたいなの覚えてる。よくご存知ですね。覚えてるでしょ、何十年も前の映画だけど、はい、しゃべるんですよね、ボールをね。あの時私大学生 だったんだね。あ、そうですか。僕多分でも、はい、もっと下なんですよね。じゃあ小学生じゃない、ひょっとしたらでも本当そのぐらいかもしれない。小学2年生とか3年生でしょ、きっと。多分その時代だと思うんですよ、はい、私が大学生として映画館で見たんですから、はい、僕多分テレビが最初だったと思うんですよね。あ、そうでしたか。映画館だとプロ野球を10倍楽しく見る方法とか、江本武則さんが、あ、そうでした、やられてたあの映画の中の一編として頑張れ田淵くんが、またアニメ映画になってたりとかしたあの時代ですね。そうですか、はいはいはい、そうですか、いやなんかすごいなんか共通の話題があってすごく嬉しいけど、なんかデビューとのきっかけとなった投稿時代ねっていうのはこれですね、はい、そうですね、はい、あ、これか。これがその18の時にその漫画家としてデビューした最初の作品、コンセでショータイムですね。これなんか石井久一さん的だもんね。本当にね、むちゃくちゃやっぱりその影響を受けてますよね、うんうんうん、はい、でもあの石井久一さんとまたちょっと違って、はい、あのあれですよね、やっぱりこう独自の味もあっていいですよね、なんかね。これは本当によくね、出版社がデビューさせようと思ったぐらいひどいですね。いやー、すごく面白い、はい、これ漫画の横に書いてある文が柱っていうんですけども、うんうん、柱のところに八百屋さんでアルバイトをするのが趣味という素晴らしい、これ、そういうのがなんかね、いいですよね。いや、素晴らしいね。高校の時僕バイトしてたのが八百屋さんだったんで、それを書いたんでしょうと。今だったら多分こういうのやらないと思うんですよね。でもこの当時の感じ、一人芝居もそうだけど、はい、センスが素晴らしいですよね。いやいや、どうもです、はい、これ高津さんですね、今。あ、高津さんね、本当だ本当だ、はい、これ新庄さん、ね、本当だ、はい、でも感じがすごい出てますよね。あ、そうですか、ありがとうございます。いやいや、素晴らしいと思います。やっぱり漫画ファンで今日は良かった、うん、あのね、いろいろと話も合うので、はい、ありがとうございます。そこで、はい、まあ、今高校生でデビューしたっていう心境、はい、
これちょっと、あ、これね、これ高校の時です、うんうん、はい、手前が私ですね、はい、あ、はい、なるほどね、これ美術部で活動してた時なんですけども、まあ本当に美術部で僕、うん、漫画描いたりしてたんで、うんうん、ここで描いた漫画がそのまんまその本に、はい、本に載ったりとか、さっきの感じで、はい、載せていただいたり。これみんな美術の仲間ね。そうですね、男子が3人で、この3人がいつもつるんでましたね。あ、なるほどね。後ろはまた別の方なんですけど、はい、でも高校生でやっぱりデビューして、はい、結構仲間の間でも話題になったでしょう。いや別に、え、本当だって、うん、漫画家ってある意味だって憧れの職業だからね。いや、だってあの目立つタイプの活動の、うん、キャラクターじゃなかったので、うん、なんかあんまりこうむしろ見つからないようにやってたところ、そうかそうか、はい、なんとなくこうやってるけどあまり人には言わないみたいな感じだったんですね。そうですね、はい、でもこれもとってもいい写真ですよね、はい、懐かしいですね、はい、あのそこで今度大学ね、はい、教育学部に行くっていうことになるわけですよね、はい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 、これはあのどうしてですか、まあ、もうそのまま漫画家になるというか、まあ、とにかく大学に行かなきゃいけないみたいな、普通に僕は教師を目指していて、うんうんうん、あの小学校の、はい、図画工作の先生になりたかったんですね。でその自分教育大学に行ったんですけども、うん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 、まあであの大学としてその、うん、やまあ勉強もしてたんですけども、はい、まあそれと並行しても漫画もデビューしてたんで、うんうんうん、まあ一応両方やってるうちにだんだん漫画の比重がちょっと大きくなってしまいまして、なるほどなるほど、はい、これ両立とかは、はい、結構大変だったんじゃないですか。いやでもそうですね、まあでもまあなんか授業中になんかこっそり書いたりしたいこともあったんですけども、なんかいろいろ仲間に助けていただいて。なるほど、はい、まあ、日本の大学結構入っちゃうと緩いところもありますからね、はい、大学時代思い出すと ね、 いますね、はい、単位はなんか何とかすれば取れるみたいなところもあってね。特に僕、うん、自分がやってるのがその教育大の初等科教員養成課って美術科っていう、あ、本当にあの美術の方をやる大学の、まあ、学科だったので、はい、いろいろその漫画の勉強にもなるというか。ああ、なるほどね。いろいろ実技の方もできたんで、はい、あ、それはすごく良 か、はい、かったです。うん、はい、なるほど。あのそこでもう教員免許も取得されていると伺ったんですが、はいはい、まあ、当時は、まあ、あの先生に図画教、ね、あの、はい、工作の先生になりたかったっていうことで、はい、ここ大学の時の、あ、これもすごいね、これ卒業制作ですね、はいはい、これ、はい、これ卒業制作やる時にはやっぱりだけど、はい、先生になるってその時も思ってたのか、やっぱりちょっと違う道かなと思ってたのか。もう、はい、これもう卒業制作なんで4年の時なんですけども、はいはい、これ札幌ククーズってな、あ、札幌ククーズというのですね、ククーズ、うん、はい、あの僕 の、 あの想像で作った球団なんですけども、当時まだあの札幌に球団がなかったんですね、うんうんうん、はい、でもし札幌に球団ができたらこんな感じになるんじゃないかっていうのを CI というかコーポレートアイデンティティっていうのをやりまして、なるほど、ユニフォーム、まあ、ロゴマークとユニフォームと、まあ、いろいろ自分で作ってなんか そういうのをいろいろやりました。それが卒業制作として出した。あ、この卒業制作は素晴らしいですよね。なんかユニフォームすごくかっこいい、相当これ考え抜いて、しかもあのなんかクークーズのなんかね、はい、ロゴっていうかこれも全部デザインして、そうですね、はい、という、まあ、そういうあのやるのあのデザインをやる、うん、なんですかね、デザインをやるところに入ったので、そういう卒業制作になったんですけど、これは素晴らしいですね、はい、でも結構いろいろ世界観から作り上げたんですね。そうですね、ってどういうチームで多分どういう選手がいてみたいな。そうだから、うん、やっぱ漫画家も当時やってたんで、うん、そのなんかいろいろ想像でいろいろ作るっていう作業が好きだったんだと思います、ね、やっぱり漫画家の人ってもちろん絵の画力っていうか、はい、それぞれの絵の個性もあるけど、はい、やっぱりストーリーテラーとしての力が問われるから、そういう意味でもものすごくクリエイティブですよね。そうです、まあ、人にもよるとは思うんですけども、うん、僕はそういうなんか妄想でいろいろ考えるのはすごい好きな、うん、はい、これあれですか、はい、ほら編集者の人にまず、はい、あのストーリー持っていくじゃないですか、はいはい、ここでどのくらい議論して決まっていくんですか。おお、そうですね、うんうん、人によります、これは本当に人によりますけども、うんうんうん、僕はあんまり、うん、そのいじネームっていうか、ネームネームです、うんうんうん、あんまりいじられないというか、僕は結構そのさっと通ってしまうタイプの。なるほど、多分、はい、あの担当する、はい、あ、なんかこう人によっても違うんだね、はい、もっとこう練り込んでこいっていう人もいれば、いや、もうだから雑誌出版社ついてる担当さんによっていろいろ変わってくるとは思うんですけど、はいはい、僕はなんか
そういうタイプの、はい、漫画ですね。なるほどね、はい、いやすごい、もう聞きたいこともいろいろあるんですけど、はい、あのでね、結局あの漫画家として、デビューするわけですけども、はい、まあね、野球はもちろんゲームとか動物、はい、あの愛しのムー子は動物、はい、犬だけど、はい、いろんなテーマで漫画を描かれてますけども、はい、まあ、このストーリーとか登場人物の設定は、はい、どんなふうに考えているのか、はい、そうですね、このね、やっぱり霧もや日和見ると、はい、アーティストの苦悩が描かれてるわけじゃないですか。あ、そうです、どうやって知恵を出そうかみたいな。そうですね、主人公が絵本作家なんですけども、うん、はい、だからまあこの漫画に関しては絵本作家の人が、うん、締め切りがもうすぐ来るのに原稿が書けない、どうしようっていうのは多分自分が漫画家でいつも感じている、うんうん、そうですよね、きっと漫画が書けない、どうしようっていうのを多分投影したものだと思いますが、うん、はい、だから結構、うん、自分の中の引き出しで書くことがやっぱり多くなるので、はい、どうしてもその主人公というかには自分が投影されることが多くなるんじゃないかなと。なるほど、なるほど、はい、思いますけども、まあ、野球とかゲームは好きだからっていう感じ で、ね、動物も、はい、だからもう身近な、本当に、まあ、当たり前になるかもしれないけど、あの存在からいろいろとヒントを得てるってことなんですかね、ストーリーなんかも。そうですね、愛しのムー子に関して言えば、うんうん、まあ、ムー子という犬が出てくるんですけども、うんうん、それは本当にあの実在の犬が、うんうん、ムーコちゃんっていうのがいまして、その犬をまあまあそのままもうモデルにして描いたっていうところがありますけど、うん、ど、はい、いや愛しのムーコは本当に面白い。ありがとうございます。やっぱりあの、はい、もう皆さんね、読んでおられる方もいると思うけど、犬はきっとこう考えてるんだろうと飼い主が思いたいセリフになってるんだけど、はいはいはい、でもね、そうじゃないかなって思っちゃいますよね、犬の行動見てると。そうですね、やっぱ、うん、基本的に犬ってやっぱり飼い主のことがすごい好きだと思うんですよ。大好きですよね、きっとね。なんかそういうその飼い主と犬のなんかラブストーリーを描けたらいいなと思って描いたのが愛しのムー子だったので、はい、まあ、実際そのモデルのムー子ちゃんも飼い主のことがすごい好きだったので、やっぱりそうですね、はい、そういうところ、いや、なんか本当になんか嫌なことがあっても他のことで忘れちゃうみたいな犬の性質とかもうまく書き込まれてて、いや、なんかすごくね、こう愛しい感情がムー子に対してね、こう生まれてきますよね。僕自身犬を飼った経験はあるんですけども、うんうん、すごい昔で、うん、それこそ小学校から中学校にかけてとかだったんで、うんうんうん、あの今その犬を飼ってらっしゃる方が愛しのムー子を読んで、うんうん、あ、犬ってこうなんだよ、あるあるだよって言っていたこと結構ありまして、うんうん、あ、それはちょっと嬉しいな、ね、あ、そうなんだ、もう本当に犬大好きで飼ってるんじゃないかと思ったけど、そうじゃないんだ。今は自分、ね、昔飼った、昔は飼ったんですけど、感覚で飼ったんですね、はい、うん、なるほど。まあ、漫画を描くときに意識していること、こだわり、さっき言ったように、はい、ほら、画力とかもそうだし、はい、ストーリー、はい、テラーとしてのあの力も求められるわけだけど、はい、絵っていうのはそれぞれの人の作風ってあるじゃないですか、はい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 、そこのこだわりとか意識しているものってあるんですか。絵のこだわり、ストーリーのこだわり、両方聞きたい、両方、はい、うちの両親でも分かる漫画を描きたいっていうのはなんかずっと思ってます、ね、なるほど、はい、うんうん、それは別にあの難しいことを描きたくないとかいうんじゃなくって、うんうん、その両親のなんか心が動くものを描けたらなんか自分がいる意味があるんじゃないかなっていうのがなんかちょっとどっかにありまして、うんうん、なるほど、はい、うん、ほら、そうですね、あとはまあ絵が僕そんな全然上手くないと自分で思ってるんですけども、うん、いや、そんなことない、やっぱりすごいいい絵だと思いますけどね。味はあるかなと思うんですけど、うん、あの絵の技術自体はもう本当にもう今山ほどいっぱい上手い方がいらっしゃるので、うん、なんかそういう方には絶対かなわないので、なんなくその自分でしか描けないっていう個性は大事にしたいと思ってやってますね、うんうんうん、なるほど。いや、もうなんか本当に素敵な個性だなと思うんですけどね、はい、で、まあ、特に動物が登場する漫画が多いっていうのを言おうと思って、ね、まあ、はい、でもご本人がずっと犬を飼ってたわけじゃないっていうことなんだけど、はい、なんかね、このインタビューのなんかメモを見ると、はい、動物のアテレコをするのが好きと書いてありましたが、はい、これ作品作りに影響してるんでしょうか。それは、うんうん、そうです、愛しのムー子とか、まあ、キノモヤビオリもそうなんですけども、作品内で動物の喋ってる言葉が一応出てくるんです。出てくる、出てくる。それは、はい、あの実際にそのリアルな動物を見てこんなことを喋ってるんじゃないかなって、そのアテレコごっこですね、あの自分とあと自分のアシスタントがいるんですけども、うんうん、2人であの、まあ、ご飯おいしいね、ご飯おいしいねとかなんかお腹空いたなと、まあ、ご飯の話ばっかりになっちゃいましたけども、なんかそういうのをなんかアシスタントと、まあ、そういうごっこを、アシスタントが犬をなんか撫でながらみたいな、
アシスタントは猫を飼っているんですけども、じゃあ 猫をここに置きながら喋らせたりしてるわけ ね、まあテレビでその動物の映像が流れたりするのは、まあ、それこそ今だったらネットとかですね、うんうんうん、でそういうのを見ることも多いですし、まあ、実際にアシスタントは猫を飼っているので、うん、その猫の映像を僕が見させていただいて、うん、それでなんか会話したりして会話したりとかそういう感じですかね、はい、いやすごく面白いですね。私もちょっと猫、まあ、今もちょっと16年ぐらい生きて あっちの世界に行っちゃったんだけど、その子供の頃は大きなコリー犬飼ってて、はいはい、これもあの草津温泉生まれなんだけど草津で一番長生きって言われてて、あのこれも十何年生きてて行っちゃったんだけどね、はい、あのしょっちゅうそういえば話しかけてたなと思って、あ、なんか分かってるのかな、分かってるか分かってないか分かんないけど、うん、分かってるような気がするじゃないですか。そうなんですよね。なんかそれがちょっとやっぱその不思議ですよね。コミュニケーションができてるんじゃないかっていうのはちょっと多分動物を飼うっていうことの幸せの一つだと思うので、うん、そうですよね。でも本当にあの、はい、セリフを見てたらこう思ってるんじゃないかと思うけど、うちの猫はアメリカンショートヘアでね、銀之助っていう本当に可愛い猫だったんだけど、銀之助に本当はお前分かってるんじゃないかって、はい、やっぱ10分ぐらいやってたんだけど、はいはい、やっぱり分かってるのか分かってない風だったけど、うん、またそれ以上やるとかわいそうだから、だけどこう目を見てると猫が目をそらすじゃない、はい、こっち向いて、またこっち目をそらすじゃない、はい、でこっち目を向いて話しかけてたんだけど、どこまで銀之助は分かってたか分からないね、うん、また年を経てくるとね、だんだん人間の顔っぽくなってきますね、うん、あ、そうかもしれませんね、はい、だからそのね、余計にその話しかけ、でも話しかければ僕は通じるんじゃないかなというのはやっぱちょっとどっかに思ってますね。そうかもしれない、はい、うちのコリー犬は本当に可愛いやっぱコリー犬だったんだけど、はい、黒と白の、変な音を立てるとこうやって犬って首かしげるじゃない。ああ、そうですね、はい、だからそれでよく子供の頃から話しかけててね、うん、まあ、確かなんかこれ見てると本当にそういうふうに思ってるみたいに思いますよね、うん、まあこの表紙になんかいろいろまた思い出があるんでしょうか、はい、このあのそうですね、まあ、あのそのムークはもうモデルの、うん、もう犬もそうですし、もうそのままなんですね、その建物もそうなので、うん、モデルなので、うんうん、そのまま描いてるっていうのがありますけども、うんうんうん、そうですね、やっぱ秋田のその秋田主人、舞台が秋田なんですよ、秋田です、はい、秋田のそのなんかのどかな風景みたいなのを描きたいなっていうのはありました。いい、ね、はい、この主人公のねまたキャラクターもすごくいい、いや主人公はムーコだけど、はいはい、いいですよねまたね。そうそう、小松さんと言います。そうそうそう、はい、大好きな ね、はい、ね、松さん、はい、こっちの切りもや日和は、はい、猫と犬と両方出てくるんですよね。そうですね、やっぱり、まあ、動物をまた描きたいなと思ったんですけども、まあ、犬だけだったら多分ムーコと同じになっちゃうので、またその猫というか、うんうん、猫、犬、人っていう、うん、まあ、その3組でいろいろなことができるんじゃないかなと思って始めたりです、うん、いやこれもだから犬と猫の性格をうまくなんか使い分けて当てれこしてるんで、あ、そうですか、はい、これもすごく切り萌え日和もね面白かったです。ありがとうございます。はい、そこであの、はい、まあ、もうすでにあの、ね、お話の中で出てきますけども、30年以上漫画を描かれてるっていう、はい、そうですね、だって高校生でデビューしたわけ ですもんね、はい、で、まあ、制作に悩むこともあったと思うかってごめんも書いてあるけど、もう当たり前ですよね、そのアーティストって。そうですね、その物を作る人ってのはただ過ぎちゃうとねもう忘れちゃうんですよ、多分出してる時はすごい多分苦労してるんですけども、なんか終わっちゃったらなんか全部スーッとなんか解放されるというか、あんまスランプってないんですね多分ね。あったのかもしれないですけども、そういう時ってどうするんですか、はい、まさになんかねこのキルメビリーであるみたいに、はい、とにかくずっとあの犬と猫のね、うん、2人のやり取りを見て、はい、インスピレーションが湧くじゃないですか、はいはいはい、まあ、アーティストってみんなそうかもしれないけど、うん、あのどうやって乗り越えていくんですか。時間がある時だったら、うん、もう一旦寝てしまいますね、そのちょっとリセットをしない、うん、すると違うあのものの見方ができたりとかすることがあるので、やっぱり、そうですね、やっぱちょっとアイデアが出てこないっていうことは、うん、多分同じ考え方でループしちゃってることだと思うので、なるほどなるほど、ちょっとその思考を断ち切ることによって、うん、また別の角度から何か見れるようになるんじゃないかなというのは意識します、うん、はい、でもいいですね、水沢さんみたいに物を作る人っていうのはどんな経験をしても、はい、全部多分作品に生かされるから、それは本当に思います。成功も失敗も、はい、遊びに行ったことも真面目にやったことも、はい、本当にそうです、ね、高校時代の思いでも全部、はい、作品に投影されるっていいですよね。漫画家は本当にその幸せな職業で、うんうん、本当に何をやってもちゃんと糧になっ
って、うん、そっちに生かすことができる、還元できるので、うん、それは本当にいい職業に就いたなと自分は思いますね。いやいや、なかなかこんな素敵な、はい、ね、大変かもしれないけど、いえいえ、ファンとしてはあれってないと思うんだけど、でこの30年、はい、まあ、漫画も時代とともに随分変わってきてると思うんだけど、はいはいはい、これ大きく変わったものっていうのがありますか、はい、漫画を取り巻く環境、漫画自体でもいいし、はい、この30年の間に変わったこと、うんうん、はいはい、一番感じるのは、うん、書く人が増えたなというのはすごく感じますね。やっぱり、はい、増えたかな、やっぱりその、はい、まあ、ネットとかで、はい、その発表する場が増えたっていうのもあると思うんですけど、もともと多分雑誌ぐらいだったと思う、新聞とかそうですけど、はいはい、そういうメディアで作品って発表できてたと思うんですけども、うん、今はもうネット、SNS とかで、うん、その書いてすぐにもう発表できるっていう形で、ね、漫画家としてその活動できるという方がすごく増えたなというのはやっぱり、個人的には思いますね。なるほど、なるほど、はい、それはきっといいことなんでしょうね。だって、ね、はい、書く人が増えればそれだけ新しい感性が開発されたりとか、はい、ね、新しいジャンルが、ね、はい、開発されたりしますもんね。そう思います。うーん、はい、いやね、私もずっと漫画見てて、ね、まあ、少年ジャンプもう65歳なんで、はい、創刊号からもちろん読んでるんですよ、少年ジャンプね、はい、でいつもその漫画家の人っていいなと思うのは、時代によって、まあ、絵が変わっていくじゃない。そうですね、だからきっと水品さんのね、はい、今このムーコと霧もや日和なんだけど、はい、多分いい電子を最初に書き始めた時とか、そうです、これはそうです、25ぐらいからやってるんで、ね、でしょ、はい、だからそれをちょっと見るのがすごく楽しみで、ね、ちょっとこの2つもぜひネットで、なかなか売ってないと思うから、そうですね、見せていただこうと思うんだけど、はい、例えばワンピースだって小田一郎さんの初期の、はい、ワンピースの絵と、はい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 、今全然違うじゃない、フランキーをあんなに複雑に描くでもそれでもなんかこう両方味があるじゃないですか。そうですね、それもね、やっぱり両方好きですよ ね、 ね、両方好きですよね、はい、最初に登場した時と今の、はい、すごく精緻になった絵とね、はい、そうですね、まあ、それは、まあ、その漫画家自身も成長なのか、そうですね、やっぱりだからやっぱりたくさん描くことによってやっぱりその、うん、自分の中でこれが得意なんだなっていうのは分かってくるものなので、一番僕最初に漫画家になった時に担当さんに言われたのが、はい、まず1000ページ書きなさいっていうふうに言われたんですね。あ、なるほど。だからやっぱ1000ページぐらい書かないと自分のその味というか、うん、まあ、やりたい絵柄みたいなのが多分見つからないんじゃないかって、そういう意味だと思うんですけども、だからやっぱでも実際にその自分で1000ページ書いてみて、うんうんうん、ああ確かにおっしゃってたことは間違いじゃなかったなっていうことはありますね、うんうん、その中で自分が本当に表現したいものができてくるんですね、やっぱこれだったんだみたいな。そうですね、僕自身はやっぱり似顔絵がすごい好きだっていうのがなんかすごくよく分かりましたね、はい、いやなるほど、非常に興味深いですね。でちょっともうあっという間にも時間が来ちゃったんで、はい、これ前編後編で送りたい、はい、ちょっとね配信したいと思うんで、はい、ちょっとねこの最後にお聞きしたいと今回、はい、また来週ちょっと来ていただければと思うんですけど、はいはいはい、漫画家として常にこれだけは心がけたい、はい、モットーみたいなものがあればぜひ、ね、最後に教えていただきたい、まあこれまでの会話の中で大体出てきてる気もするんですけど、いかがでしょうか、はい、なんだろうな、モットーか、完成をさせるですかね、うんうん、途中でやめないっていうのはなんとなく、あ、なるほど、となんか書き始めたからには最後までやりたいっていうのがなんかその自分の中でありまして、なんかそうですね、なんだろうね、なんか元を取りたいじゃないですけども、なんか始めたものは最後まで責任持ってやりたいなっていうのを、なんか絵のこととかではまたちょっと違う話になってしまうんですけど、なんかその例えばね、はい、ムーコでも何でもそうなんだけど、はい、この何年も書いておられる漫画もそうなんだけど、はい、終わりは自分の中で決めるんですか、はい、こういう完結だろうと、ケースバイケースですけどもね、はい、例えばね、まあ、さっきファーストスラムダンク見たって言ったけど、はい、スラムダンクの終わり方は結構賛否両論あって、私はかっこいい終わり方だと思うんだけど、はいはいはい、え、これで終わっちゃうのみたいな、96年少年ジャンプがもう最高潮で600万部を超えてた時代に、はいはいはい、これで終わっちゃうのみたいな感じだったですよね。びっくりしますよね、はい、そうかと思えば少年ジャンプで言えば本宮博さんが書いてたね、はい、男一匹ガキ大将みたいに、はい、藤野裾野の一戦で終わるわけだったのに、はいはい、無理やり書いてくれとか言われて、はいはいはい、まあ、書き続けるっていうケースもあると思うんだけど、はい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 、この終わり方っていうのはみんな漫画家の中で
あるんですか、ケースバイケースって。ケースバイケースですけども、それこそまだだからそういう雑誌に載ってるっていうことは、うんうん、担当さん、まあ、編集さんがいらっしゃって、あ、まあ、それとのやっぱりこういろいろそのミーティングで決まっていくものだとは思うんですけども、うん、でも作家としてはやっぱり責任を持ちたいと思うんですよね。なるほど。いや、ここまではちゃんと描き切りたいみたいなね、はいはい、で例えば志半ばで終わってしまったとしても、自分の中でこれは書き切ったんだって思えるんだったら、それはそれで漫画は幸せなものだと思います、ね。なるほど、はい、いや、ありがとうございます。あっという間にちょっとね、前半が終わっちゃったんですけどね、はいはい、もう知事っていう立場を忘れて、いやすごい、一漫画ファンとしてちょっとね、はい、アーティストにこの素晴らしい漫画家であるその水西田さんにね、はい、この話を聞くっていう、結構こう幸せな時間ですよ、私にとっては。はい、ということで、なんかもうなんで直角ストリームやってるのかも半分忘れちゃいましたけど、はい、続けてまた来週もですね、もうぜひ水島さんからお話を伺いたいと。今日はね、前編ということでちょっと漫画家としての、水島貴之さんに迫ったんですけど、はい、来週は少しね、県の総合計画の漫画について触れ、ね、させていただければと思うんで、はい、来週もぜひ来てください。いいとも、はい、あれ、はい、これこういうやつですか。いいとも、まあね、服装同じでもいいですから、はい、来週また来ていただけると思います。同じで結構なんで、はい、はい、ということで皆さん、あっという間にですね、前編終了いたしました。今週の直角コストリームは漫画家の水島貴之さんをお迎えして、はい、いろいろとお話を伺いました。来週公演ぜひ見てください。後編は群馬県の総合計画に触れていきたいと思います。はい、ということで直角コストリームの配信、今週はこれで終わりたいと思います。どうぞいい週末をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、